倉です。こんにちは。元仙台リンター生の大塚紀穂です。同じく星かけるです。はい、ということで今回は元仙台リンでインターンしててから大手に就職して今3ヶ月経ったっていうことで、キイちゃんと星くんに実際に働いてみて分かった大手のリアルとか、どんなことをしてるとかで、かつ今の段階で就活生にこれはちょっと知っておいた方がいいんじゃないかみたいなこともきっとあると思うので、そういうところをお聞きできたらなって思ってます。じゃあ早速なんですけど、まず2人がなんか4月から入って今6月の終わりなんですけど、実際にはどんなことをしてるのかっていうのをちょっと簡単に教えてもらっていいですか？私は今食品メーカーで働いています。で、私の場合は研修っていう名の研修が2週間で終わって、もう4月下旬にその自分の部署に配属になったんですね、本当に5月末まで OJT という形でその先輩についてもらいながら業務を教えていただくっていうのをやって、で6月もついに本配属っていうところで自分のその担当っていうのを持ってミーティング回したりだとか、 Excel でいろいろ資料作成したりだとかっていうのをやってます。はい、星くんは？僕は IT 系の企業なんですけど、まあ、IT あるあるらしく、まあ、4月、まあ、研修して5月も研修して、まあ、6月今入ってちょっとぐらい経ったんですけど、研修しますで、まあ、でも4月から本配属なんでもうすぐ終わるかなっていう感じですね。キイちゃんはもうミーティングを回すみたいな、結構もう実践かも、もう仕事って感じなんだ。そうだね。で6月に入って実際にその自分が担当するカテゴリーっていうのがあって、でそのカテゴリーのカテゴリーやばい、めっちゃ社内用語だよねこれ。6月に入って、まあ、本配属ってなって、今までだったらその先輩がやってたところを少しずつ権限以上、していただきながら、早いね、確かに。自分が担当する部門みたいなのがあって、でその部門に関連する出来事が発生した時に、まあ、ちょっと対応したりだとか、いろいろな部署の人となんか巻き込みながら対策考えたりだとか、もちろん先輩と一緒にで完全に一人っていうわけではないけど、まあ、徐々にお仕事できることを増やしていってるっていう段階です。すごいね。じゃあそのさっき配属っていう話があったと思うんですけど、なんかその配属ガチャっていうことはよく聞くじゃないですか、でしかもその私ダイアリーで働いてる身としては配属も何もないというか、すぐにいろんなところをやったりもするし、まあ、希望も言いやすいし見えやすい中で、やっぱ大手は違うのかなっていうところで、まず2人はなんかどんな風に決まっていったとか、キイちゃんは希望のところだったんだよね。そうだね、私は希望のところでした。ありがとうございますすごいね。それは会社向けの動画まあいいや。星くんの配属も、僕も配属決まったんですけど、もう完全に一致。それマジですごい。もうやりたい職種と、部署的なところも全部、全部自分がやりたいところに行ってるっていうのがすごいよね。すごいよね。それ面談されるの？あ、そう、面談するの。希望言うの？そう、一緒。そうだけど、会社によるなってめっちゃ思っちゃった今。あ、だからじゃあそれぞれ聞きたいわ。俺の会社は、もちろん例えば IT なんてそうじゃん、エンジニアと営業でも明らかに違うから、もう就職するタイミングからも違うわけです、口が。だからある程度区切られた中での配属になるから、ある程度意思は通るよね。でも完全に最初から総合職採用で採用してるってところだと、多分もうよりしかも大きい企業でさ、事業がいろいろやったら、もう完全にもう全然どうでもいいところの営業させられたりとか、そういうこともあれば、急になんかもうね、すごいコアな事業のもうすごい主力みたいなこともありえるから、って考えると多分配属ガチャとかが大事なのかなっていう。なるほどね。キイちゃんとこは総合職ってことになるの？私は総合職っていうくくりで採用してもらってる、だから今と全然違うところに行く可能性もあったと。あ、もちろんもちろん。だから同じ総合職で入った子でも、私みたいに中の仕事してる、で東京の人もいれば地方に行って営業してる人もいるし、本当に47都道府県でもう部署もあまたとあってみたいな。で、なんかそういう人はなんかなんでそういうなったと思う？要因として共通項とかあると思う？配属が希望通り行くといかない。でも一つあるのは、会社ってめちゃくちゃ100万とかさ、まあめっちゃ一人当たりお金すごい使って就職雇ってるわけよ、学生をね。ああ、採用ね。採用してるわけで、まあそうなってくるとやめてほしくないわけですよ、会社的にも。ってなると、まあある程度こいつ何でも良さそうだなってやつは
別に辞めなそうだからどこでもいいなっていう思考になるけど、まあ、こいつここじゃないと辞めるだろうなとかやる気なくなって、まあ、発揮しないだろうなと思ったらできる限り意思を通すように頑張るから、そういうところで言うと多分これにしたいですっていうのをある程度決めといた方が後から後悔しない。結構多いのがこの会社入って別に何でもいいですみたいな結構多いんだけど、結構これやりたいですっていうのちゃんとアメリカ側の人は通りがちな節がある気がする。めっちゃリアルだね。思う同意。何でもやりたいって人だと確かに結構あるかもしれない。へえ。でもそれはその入社してからの話全部。いやだって何がしたいかわからない子もたくさんいると思うんだけど、就活の時から決めてたわけじゃないよね、キイちゃん。いや私は就活の時から決めてた。そうなの。でも職種は俺もある程度決まってた。あ、そっか、決まってるもんなのか。でそれを面接の時も言ってたの。そもそもそういう具体的に言う方が面接自体も通りやすいとか。まあ、だからそれこそ何を重視するかで、この会社に入るっていうのを一番のゴールとするなら全然いいと思う。その確かに、ね、何でもやりたいですっていうスタンスでいくのありだと思うし、そういうことか。そう。だからキイちゃんはそこを重視したから面接もしっかり伝えたし、それ以降の面談とかでもちゃんと伝えてたからそこになった可能性が高い。はい、おっしゃる通りです。なるほどね。欲しくない。俺はまず入社するときに総合職採用みたいな感じじゃないんだよね、キイちゃんとかと違ってある程度決まってくるから、ぶっちゃけその中だったら何でもいいフィクションある程度あるんだけど、まあその中だと強いて言うとこういうのやりたいなみたいなのがあるから、それは入社前面談、内定もらった後の入社前面談ってやつで話してた。じゃあ今それがある方もいるかもしれないから、ちゃんと喋れるようにまとめてた方がいいよみたいな感じ。それはあると思う。まず大前提として入るときにちゃんと自分の意思を持った方がいいっていうのは結構ある。学生の間にってことだよね。そんなの思ったこともなかった。私の考えるところとしては、まず第一段階が採用面接のところ、絶対何やりたいか聞かれるから、そこでちゃんと意思伝えるっていうのと、二つ目がその内定をいただいた後、絶対どの会社も多分面談があると思うから。あったでしょ。あった。そう、これまでに自分のやりたいことを明確にしておくっていう。なるほどね。内定もらう就活と、配属で自分の希望になる就活ってこと。そう、もう配活だ、ごめん、配活だ。配活やばい。キイちゃん、他に配活やってたこととかありますか、実際に。具体的内容としては、内定いただいた後にその自分が興味持ってる部署の社員の方をつないでいただいて、どういうお仕事してるのかとか、どういうことを目指してる人がいるのかとか、普通に OB OG 訪問と一緒。それを面接前とかにやるのはすごいイメージ湧くし、いっぱい聞くんだけど、内定もらった後もやってたってこと。いや、すごいよ、これはね。普通じゃない。いや、やんない、やんない。普通じゃない。普通やんないと思う。確かにやった方が絶対プラスにはなるね。自分の希望する部門に行く時の説得力が増すっていうのもあるし、なんかその自分が実際にその部署に配属していただいた時にギャップがないとかっていうのはある。多分大企業って本当にめちゃめちゃ組織が大きくて、本当に部署部門によって全然キャラクターが異なるから、就活みたいだね、確かに。そう考えると、そう、面白いなと思った。だからもう全部一緒なんだ、やっぱ人をさ説得しないといけないわけじゃん。確かにね。でそれで伝える時にさ、やっぱ抽象的なことばっかり言っててもなんかイメージも相手も湧きづらいし、結局本当なのってところがわからないから、それをするためのってことよね、全部が、手段としては。そうなるわけか。じゃあその今日実際今入ってみて経験してみて、入社前思ってたのとギャップってありますか？まあでもキイちゃんそんな気してたらなさそうだけど。あんまりないかも。でもそれは初めから聞いてたんだもんね、ちゃんと。あ、そうだね。大体こういう感じの人がいて、でここはこういうことを目指してる人がいてみたいなのはまあ聞いてたから。周りの人とかでさ、ギャップある人とか結構多くない？いるいるいる。話聞くと、もちろん最初なんですけど、これは普通にそういう、どっちかっていうと昔から業界とかで多分ありがちで、場所によって全然違うらしい、ね、その全然話せないけど、まあ、普通にパワハラとかめっちゃ多いっていう話を聞いたりとか、あとは普通にセクハラとかあるみたいな話を聞いたりもするから。そうなんだ。そう、だマジで結構いる。それは先輩に聞いた方がいい。聞く相手ちゃんと選んで、ちゃんと地方にいる人とか聞いてみたりとかするとかね。なるほどね。具体的な業務内容ちゃんと聞くとかね。重要だね、めっちゃ。めちゃ大事な気がするね。本当だ。結構、就職活動してる時とか、就職する前の間ってなんか全体感をぼやって見ちゃう人もいると思うん
んですけど、というよりは結構自分が具体的にどういう業務をするのかっていうところをちゃんと、まあ、聞いたりとかちゃんと調べたりしてみて、そこに自分がやりたいこととギャップがないかっていうのは結構見た方が、入る前はいいけど入った後はめっちゃ後悔するかもしれないなっていうのは自分周りの話を聞いてて結構思ったりするんで、まあそこちょっと見てくれたら嬉しいです。業務もだし、あ、この部門はこういう人が多いみたいな、なんか部門ごとのさ、キャラクターがもう作り上げられてるからさ、そういうものも大手とかだったら全然違うと思うから、場所によって、はいはいはい、ね、理解するのは大事かもしれない、うんうん、やっぱり今就活頑張ってくれてる子とか、あとは就活も終わった子とかも見てくれてると思うんですけど、なんかよく内定がゴールみたいな感じに頭では違うって分かってたとしても、当事者だったらそうなっちゃう子も多いのかなと思ってて、そういった方にもうそれだけが全てでもないし、もちろんそれが大目標になることはもちろん分かった上で、それで終わりじゃなくて、その先の仕事するって言ったらもうもっと長いところに関わることだから、しっかりそういうところも気をつけながら後悔ない仕事を選べるようにしていってくれたらいいですね。ということで今日は、元インターン生の星くんとキイちゃんに来ていただいて、まあ、実際入ったからこそ分かる、まあ、その今の就活生とかに、これ絶対やってた方がいいよみたいなことをね聞いたんですけど、またいつか分かんないですけど、また出てほしいなと思うし、今後もみんなが就活頑張ろうとか、今後の選択肢が増えるきっかけになるような、ね、動画を配信していきたいと思いますので、チャンネル登録とか、星くんキイちゃんありがとうっていうコメントとかぜひお待ちしてます。ありがとうございます。はい、せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。